のない人ですね。シャッターを押せばいいんですか？節度は持っていてくださいませんか、はい、取りますよ。準備は大丈夫なんでしょうね。いや、泣いたってダメですよ。ませんけれども本当に生徒のためなんですか？皆さん喜びますよね。気持ちわかります。生徒への日だまりのように温かい、そんな学びやで。さあ、この写真を教室の壁に飾って皆さんにめでてもらいます。吉野家先生、あなたという人は本当に。カメラは没収いたします。返してください。いや、絶対返しませんよ。返しませんからね。